特別航空輸送隊とは、航空自衛隊航空支援集団霊下の、公室及び、政府の用人輸送等を行う日本国政府、専用機の運用を行っている部隊である。司令部は、北海道千歳市の千歳基地。略称は、特有隊。政府専用機一般に、政府専用機と呼ばれるボーイング777から、300ER 型機を2機運用している。 任務運行の際は常に2機で運用される。任務運行の際、政府専用機には民間の旅客機と同じように客室業務を担当するキャビンアテンダントとして空中輸送員と呼ばれる航空自衛官が十数名同乗する。なおこの空中輸送員は正式には特別空中輸送員と呼ばれ輸送機に登場する戦術空中輸送員とは資格が区別されている。 特別空中輸送員への道のりは以下の通りである。航空自衛官として勤務所属長の推薦を受ける試験に合格後、見本基地で1ヶ月間の教育を受講客室乗務員として民間航空会社で接遇や安全確保など研修特別航空輸送隊で1ヶ月間の教育最終検定に合格後、配属。ありがとうございます。